なんか弱そうな人が来ましたね。これバリバリの元ヤンなんでよろしく。未小学生にそんなこと言われましても。てかあれなんや、結局このふみちゃんがいろいろやっていかんとさ、60年経ってもあの妖怪たちの呪いは解けてないわけなんや。そういうことよね。そっか、呪いは解けずじまいやったんやな。え、てか現代ではおじいちゃんはもう亡くなってるのか。おばあちゃんしかおらんかったよね。そっか、仏壇みたいなのがあった気がするな。亡くなったのか。これから私は現代に戻るんか。現代に戻ってこのヒント、牛乳瓶の蓋を元に妖怪たちを探して呪いを解いていくと。オッケーオッケー。ってことはまた電車に揺られていかんといかんのか。やだー。早く雲外峡を解放しまくりたいんですが。でもさ、なんか結構解放せんかった、気のせいか。なんかどこかしら街中にさ、街中で雲外峡解放せんかったっけ。ちょ、現代に戻してください。オッケー、ご会長。よし、どこどこ行けるんやっけな。あ、とりあえずあれよ、獣本村に行かんといかんのか。この2箇所しかない。おばあちゃんの家に。はい、まあ、まずはね、あの、ん、なんかサボクエ発生してます。え、何、あ、これもか、座敷わらし。なるほど、いたわ。ふふふ、ここは私にお任せあれ。石化溶ける。はあ、もうこの石化した座敷わらしの隣に亡くなったおじいちゃんの写真が悲しいな。なんか座敷わらしの呪いが解け、元の姿に戻ったね。自分が石化しとる間に友達になりたかった文明がお亡くなりに。おお、まさに石化とケール様々ですね。はあ、マニャマニャ、もう朝なの。急に起こしちゃってごめんね。実はカクカクしかじかで。というわけなの。ふん、オイラが石になってる間にそんなことがあったんだ。文明さんが大変なんです。一緒に来てもらえませんか。でもこれさ、現代で呪いを解いて過去に戻るわけやん。でも過去で石化してるやつらはどうなるん。なんか二重に存在することにならん。やだ。あなたの大好きな文明さんがピンチなんですよ。でも怪しいおじさんについていったらダメだって文明が。おじさん。失礼な。一体私のどこが怪しいって言うんですか。あ、おじさんはいいんや。じゃあオイラの宝物を見つけてこれたら一緒に行ってやってもいいよ。宝物？それってどこにあるの。全然寒くないのにお外で白い息を吐いているものなんだ。何それ。宝物はなぞなぞの答えの場所にあるよ。これわかるかな。現代で探したんでいいんか、それは。普通にこの獣本村内にあるってことでいいんかな。宝物ってどこにあるんですかね。座敷わらしの話では外にあるようですが。アイナちゃん、ひとまずこの家の周りを探してみましょう。お、身近で見つかる。この家の周り、寒くないのに白い息を吐く、なんだろうか。これじゃね。全然寒くないのにお外で白い息を吐いているものなんだ。答えはきっと
煙突ですよ。これ煙突なんや。だってほら、煙突の先からはもくもくと白い煙が出ているでしょ。ここに座敷わらしの宝物があるはずです。探してみましょう。ん？何かが壁との間に挟まってる？ガッツ仮面麺子を手に入れた。おー、きっとこれこそ座敷わらしの宝物に違いありません。早速持って行ってあげましょう。ガッツ仮面好きなんやね。さあ座敷わらしや、これかい君の宝物は。ガッツ仮面麺子を手渡した。あ、なぞなぞが解けたんだね。そう、これこれ、懐かしいな。オイラもフミヤキと一緒に遊びたくて買ったんだ。持ってきてくれてありがとう。これあげる。妖怪メダル、あざす。座敷わらしと友達になった。もう懐かしいってなるんか。石化しとる間はなんか時間の流れが止まっとるとかいうわけじゃなくて、ずっと意識はあったんかな。いや、それは嫌すぎる。さあこれで、あはは、ふみやきと会うの楽しみだな。ふみやきに会ったら絶対に呼んでね。了解。発見、座敷わらし、バッチリ解決。あ、何体いるんだ。ミス、え、てか全部この村の中おるのって。太陽の腕は、水星の腕は、綺麗、これにする。クリン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 、ふう、ピカピカ。やっぱそっか、三段階ってことよね。外れ、当たり、大当たり。ゾク、お邪魔道を手に入れた。え、カラカサお化けにあったのもこの村の中やったっけ。多分文明の行動範囲とか活動範囲はこの村の中やとは思うけん、あのお店もそうかな。あ、もしかしてお店の中におった、カラカサお化け。違うか、わからん。とりあえずお店行こう。なんかいっぱいあるな。ん、違いそう。てか多分違う。ちょ、待って、じゃあちょっと文庫の方のあの旗マークを見てみよう。フユニャンから預かった牛乳瓶の蓋のメモによると、この学校には人魚の手がかりがあるみたいですね。学校に？人魚？学校に？人魚は海にいるんじゃないの？それが、ここには人魚本人ではなく、そのお友達妖怪がいるみたいですね。少し校内回って探してみましょうか。その友達とは？石化してるの？そういうことではない？まあ、妖怪やけん多分60年経とうが生きとるってことよね。あ、中入れる？入れた。獣文庫、うわ、なんかめっちゃいい雰囲気。ん？もしかしてトイレの花子さん？むむむ、私の妖怪推薦の勘がこの辺りが怪しいと言っています。本当に？ここトイレだよ。大丈夫ですって。私を信じて早く調べてください。花子さんじゃない？お、今ここに。あ、絶対そうや、これ。ほらほら、入れ入口塞いどるやん。妖怪を見つけた。花子さん、はーい、花子さんです。嘘、本当にいた。あなたが人魚のお友達ですね。人魚がどこにいるか知りませんか？教えてほしかったら私と遊びましょ。え、校庭で待ってるね。なんかあれをね、スイッチのさ、妖怪ウォッチ4やっけ、
あれでなんか花子さんめっちゃ可愛くなったよね。いや別に今の姿が可愛くないわけじゃないんやけど、なんか妖怪が集合している。え、可愛い。何このクマモンみたいな妖怪。さあ捕まえてみせるケマ。田舎の力お前知るケマよ。ケマ元村のケマですか。さあ遊びましょ。私たちに鬼ごっこで勝てたら人間お姉ちゃんのこと教えてあげる。1分以内に私たち5人全員を捕まえたらあなたの勝ち。この学校の中に入ったり校門から出たりしちゃダメ。校舎の中は違うんね。それじゃ鬼ごっこ始める。 OK。 はーい、それじゃ準備してね。1分以内に5匹捕まえろ。あの前に人間でやったもんね、この獣本村でさ、人間の子供を捕まえたので僕に追いつくなんて君やるね。土の子が一番最初に捕まる？そこ素早くないの？普通素早いよね土の子。ん？今のは獣？君全然移動してなかった。めちゃくちゃ隠れてるだけやったんやけど。体がでかいけんやっぱ動き回るのがしんどかったんかな。キュン、やだ早い。よし、これで3匹、あと2匹やね。あれ、いなく、こっちとかか。おりそう。お、隠れてんな。あー、捕まっちゃった。え、一番のメイン捕まえちゃったんだけど。え、待って、あと1人。おいー、お前が一番最後の残んねよ、ノガッパー。そんな、早すぎるっすよ。よし、これで全部か？成功！ふぅ、24秒残し。昔、人形姉ちゃんは悪い奴らに石にされちゃって、かわいそうだったから私が運外鏡を頼んで、渚村の東にある海辺の洞窟に人形姉ちゃんを運んであげたの。あそこは人形姉ちゃんのふるさとだったから。お？渚に行くのか？立つの？やりました。人形の手がかり、ゲットですね。なぎさき村へ行きましょう。ありがとう花子さん。はーい、初めてや。なぎさき村ずっとね駅名で見てはおったけど、楽しみ。楽しみ楽しみ。あ、待って、あれか、熊本駅までは運外橋で飛んだ方がお金の節約にはなるか。なんでこのあとね、あ、でもそっか、一日乗車券は持っとんか。まあ、でも200円は持ってない。うわー、ギリ。つらい。あ、でもどっちにしろダメやったんや。ちょっと待って、渚き今なんて、山彦線福の宮行き、お願いします。はい、乗ります。本日も山彦線をご利用いただき誠にありがとうございます。御用田さんって頭に変なサインを載せているじゃないですか。うんうん、あれって何の意味があるんでしょうね。確かにあれ変だよね、いつも光ってて異様に目立つし。あれを頭のせず飛んでるのも恥ずかしくないのかな。目立つといえば手に持ってる提灯も超目立つにゃ。今時あんなものを持って出歩くのはあのおっさんだけにゃん。多分昔もそうやと思うけどな。そうだよね、あの怪しさ。御用田さんこそ警察に目をつけられそうだよね。確かにあの格好で外に出るのはまともな神経しているとは思えないですね。なんだ、悪口のオンパレードだな。そもそも御用田さんって他の人にも見えているんでしょうか。え、妖怪疑惑。え、にゃん、もしかして他の人には見えない亡霊か何か。ウィスパー、怖いこと言わないでよ。そうにゃん、ありえないにゃん。そうですよね、どこからどう見ても人間ですし、ありえないですよね。そうだよ、ウィスパーはしょうがないな。でも一応今度会った時妖怪レンズで見てみようかな。谷合い、ああそこか。あ、まだそんなところか。
遅い。え、なぎさきにも運河駅おるかな、追ってほしいんやけど。クマって体が大きくて喧嘩とか強そうですよね。まあ今時殴り合いの喧嘩なんてしないけどね。それにクマくんには弱点があるんだよ。ほう、弱点なんですかそれ。クマくんはお母さんのことがすごく怖いみたいなの。へえ、そうなんですか。それは意外ですね。確かにクマくんのお母さんすっごく怖いからね。この前なんて学校をずる休みにしようとしたクマくんをお母さんが無理やり引っ張って連れてきたんだよ。クマくんワンワン泣いちゃって大変だったんだよ。それは小学生にとっては屈辱的行為でしょうね。うん、確かにちょっとかわいそうだったかもね。ん、会話がありそう。誰？え、怖い、入ってきた。座るの？よろしく。え、急に何ですか？なんかやばそうな人が来ましたね。俺バリバリの元ヤンなんで、よろしく。小学生にそんなこと言われましても。元ヤン、元ヤンキーってことですよ。知ってる。え、今まで俺は悪の道をぶっちぎってきた。だが今日で元ヤンの称号ともマジでおさらばだ。ここで出会った兄弟にその証を託すぜ。釘バットを手に入れた。いらねー、怖ー。何なのこれ。これはヤンキーが使う定番の武器、釘バットじゃないですか。へえ、さっぱりした。え、あ、いやー、僕さ、元ヤンっていう肩書きにとらわれすぎてずっとさっきみたいな調子で疲れちゃってたんだ。それで彼女にも振られるし。そうだったんですか。だからそれを君に託せてすっきりしたよ。何これ、呪いの道具じゃない、大丈夫？肩の荷が下りたって感じかな。そういうものなんですね。うん、それじゃそろそろ行くよ。どうもありがとう。はい、さようなら。小学生女子に釘バットを託す、やめろよ。本日も中央線をご利用いただき誠にありがとうございます。一気に渚先まで飛んでくれんかな。次橋舟に止まる。妖怪ガシャって面白いよね。そうですか。うん、私妖怪ガシャ引くときついつい熱くなっちゃうな。俺っちもガシャ引いてみたいにゃん。めっちゃ面白そうにゃん。あんなもの面白くなんかありませんよ。なんで？妖怪ガシャって引くたびにワクワクするよ。そうにゃん、絶対テンション上がるにゃん。黙りなさい。どうしたのウィスパー。ガシャの景品になる気持ち、アヒナちゃんに分かりますか？分からんけども。あ、にゃ、なんかごめん、悪かったにゃ。いやー、あの中すんごく快適なんですよね。暑くもなく寒くもなく、一生このままでもいいって思うぐらい。あの気持ちはアイラちゃんには分からないでしょうね。そっち何なの一体。いや、やっぱ各駅停車。へへ、面白そうな人間発見。ゲゲ、何ですかね一体。ちょうど退屈してたんだよね。暇つぶしに付き合ってもらうよ。なんかどんどん海っぽい感じになっていくかなと思ったけど、やっぱ山だったわ。よし、戦おう。ここで戦ったキャラたち、今妖怪たちは友達にはならないの？もう電車の中で戦った子たちは。ちょっと、せっかくやったのに。ギリギリ間に合わんかった。今日はこの辺にしとこうか。まあまあ楽しめたよ。それじゃ。いやー、災難でしたね。中にはああいった困った妖怪見るので気をつけましょうね。次は寝ぼとけ。ジバニャンってこんな真夏に腹巻きしてて暑くないの？ぶっちゃけ暑いにゃん。感覚はちゃんとあるんか。でもキャラ作りのためにこの腹巻きは外せないのにゃ。ね、それどういうキャラ作りなの？おっさんってこと？え、キャラ作り？そうにゃん、可愛いだけじゃこの業界やっていけないのにゃん。もし腹巻きがなかったら、真っ赤で尻尾の先が燃えていて、耳が片方欠けていて、車にひかれて死んだただの猫になっちゃうにゃん。盛りだくさんやけどね。十分キャラ立ってると思うけど。
山中。おお、なんか外が海じゃない？な、イエイ。お、あ、パン。どうした？あ、ワカメくん、なんだかノリノリだね。そりゃ乗られずにはいられないってもんさ。これから隣町でダンス大会なんだもの。隣町？岸辺かい？いえは。へえ、そんな大会があるんだ。どう？ワカメくんのダンスなら余裕で優勝でしょ。それがさ、最近そうでもないんだよね。超ノリノリなダンシングマシンが現れて、この辺のダンス大会のチャンピオンを総なめさ。超ノリノリなダンシングマシン？一体どんな妖怪なの？やつは妖怪じゃないよ。アイナちゃんと同じ人間さ。え？人間？そう、なんていうやつだったかな。なんだか臭そうな名前の。それでいて、シェキナベイベイなアフロ頭。臭そうな名前。シェキナベイベイなアフロ頭。その人ってもしかしてドリアン佐藤じゃない？そうそう、ドリアン佐藤。臭そうな名前やだな。彼が今の最大のライバルなのさ。へえ、ドリアンも頑張ってるんだな。それじゃあそろそろ行くよ。うん、ポー。頑張ってね。妖怪と一緒に大会に出ようんや。見えるのかみんな。渚ってどういう場所？いや、なんかプニプニでは見たけどさ。え、フォーとかにもあったっけ？よく覚えてない。プニプニの場合はね、やっぱ背景にちょっとなっとるぐらいやけん、あんまりどういう場所かわからんもんな。渚駅に着きましたね。ここで降りましょう。来た。運河駅おらんかな。パッと移動できるようにしたい。あ、なんかあれやね、海っていうよりはなんだ、湖じゃないのあれ、違うの？なんか山だな。めっちゃ山なんだけど、思っとった感じじゃない。なぎさき、こういう感じなんや。なんか漁師さんとかがいっぱい住んでそう。あ、運河駅を、いたよ。解放しとこう。ペローン、見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。駅の横には必ずおるとかそういう感じかな。いや、わからんけど。よーし、これで廃屋。あ、ごめん、なんかめちゃくちゃ横断歩道のど真ん中やった。あそこになんか妖怪のマークがあるけど、あそこかな。なんかあれやね、結構あの毛羽元に近い雰囲気を感じるよ。まあ、あの毛羽元に比べたら、え、なんかここ急に道が綺麗なんやけど。なんか急にあそこだけ舗装されてる。神社だ、神社。あ、運河駅をやった。ペローン、見つけていただきありがとうございます。よし、解放解放。いや、大事、運河駅をマジで大事。この祠には渚村の守り神様が祀られとるんじゃ。漁師たちが毎日無事に漁を終えて帰ってこられるのも神様のおかげじゃ。なんかさ、あれよね、あ、渚ってこう書くんや。漢字がわかる、ちゃんと。渚の岬って書くんやね。ん、あそこはなんか旗のマークあるけど、え、どっからだ、こっちか。ん、違うな、ここであったんか。違うな。え、どこだよ。待って、引きで見て、あれや、洞窟がどうのこうのって言ったもんね。あっちの方向じゃない？でもなんかすごいいい感じの雰囲気やね。え、愛媛にもこういう感じの雰囲気の場所ある？愛媛は割とさ、なんか街中から山も近いし、ちょっと行ったら山やし、ちょっと行ったら海やし、でもちゃんと街もあるしみたいな。あれは長花じゃない？ちょっと話聞いてく？てか長花必ず熊になるのか？あ、なんかこういう雰囲気好きなんやけど、めっちゃね、なんかこの海に入っていくこの、はい、よったー。
でもどんな場所にもあのクマがあるのめっちゃ不自然じゃない？長花を見つけた。ここでは何の話を聞かせてくれるん？何度経験してもトロフィーをもらうのはええもんやね。それにしても君さえへん顔してるな。それやとトロフィーもらったことも数えるほどしかないんちゃうか？いや、ワイがトロフィー入手の極意教えたらか。ほうほう。ええか、トロフィーっちゅうのはな、何かを極めた人にだけ贈られるものなんや。まあね、せやからトロフィーが欲しかったら一つのことに集中せなあかん。わしが苦手なやつやね。やり込み系が苦手な。例えば自転車レースやったら、いろんなコースを順番に遊ぶんやなくて、これと決めたコースを何回も走ってタイムを縮めるんや。いろいろまんべんなく遊んでてもなかなかトロフィーはもらえへんで。ただな、一つのことを極めるってのはそんなに簡単なことちゃう。なかなかトロフィーをもらえずに心が折れそうになることもあるやろ。そんな時はもらえる条件がハテナのトロフィーが狙い目や。何それ？ハテナの中には思いもよらへんような条件のやつがある。でも条件自体は他のトロフィーより簡単やったりするんや。条件さえ分かれば誰でも取れるっちゅうことやな。まあその条件が意外性に溢れてるからなかなかくせもんなんやけどな。よっしゃ、せっかくここまで話を聞いてくれたことやし、何トロフィーくれる？違うんか。ワイがこっそり秘密の条件教えたるわ。ええか、一回しか言わへんからよく聞くんやで。食べ物をすべて集めた、これが条件のトロフィーがあるんや。な、これやったら取れそうやろ。難しそうじゃない？そうでもない？これ以上はなんぼなんでも教えられへんけどな。だって売り寄るやつだけじゃないやろ、食べ物。こっから先は自分の力で集めるんやで。ほな、そういうことで。なんか長花の話をすべて聞いたみたいなのあるんかと思った。まあ全てではないか。なんかめっちゃ走り寄る人がおるっぽいな。ごめんね。大丈夫？なんか落としてるけど。ザルスボ落としてるよ。大丈夫？足りなくない数？そんなことあるんや。めっちゃびっくりなんやけど。ここの洞窟に封印されてるって。ちょっと待ってね。苦い漢方。まさかこんなところにウォッチロックが。今のウォッチランクではこの扉を開けることができません。無理やん。扉を開けるにはウォッチランクを C に開ける必要があります。だんだん坂にある時計の調子堂に行ってみましょう。洞窟って言ったもんね。ってことはきっとこの中なんやろうけど。なるほど。じゃあとりあえず今回はここまでということで。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、とりあえず自分の家に運河駅を使ってワープしたらだんだん坂早い？まあ多分電車移動よりは早いよね。